レモンがうまく抜けないんですけど、はい、どうやったらうまく抜けるか教えてください。はい、長襦袢をふっと羽織るときにブラウスを羽織るみたいにもう首に当てちゃう人がいるんですけど、もうその時点で軽くこれぐらいもん抜きたいなっていう感じで、まず長襦袢を羽織っていただくっていうのが一つと、であと襟元をこう抜くときに一回極端に後ろまでずっと下げて戻しながら、ご自分のそのこれぐらいかなっていうその加減に戻して戻しながら合わせていくっていう風にされると、比較的戻りにくいです。後ろを引いてちょうどぴったりってすると、ここら辺の生地が前に残ったまんまなんですね。襟元を抜くということは、 肩山のこの肩のこの折り目のラインも全部後ろに下がってないと、これがこう前に残ってると、もう生地がどうしても前に出たがるので襟元は前に戻ってしまいます。なのでこの肩のラインも一緒に後ろに落とす、そういうイメージで襟元を抜いていかれると、より確実に抜けるかなと思います。他にも何かご質問などありましたら、このチャンネルのコメントもしくはインスタのコメントなどでいろいろ相談受け付けておりますので、どうぞそちらの方にお寄せください。ご視聴ありがとうございました。